どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃったっす。メトロエクソダス、続きをプレイしていきたいと思います、おとちょむ。ヘビちゃんいるね。あれ、消えた？車に乗って。マップを確認。ちょっと後ろ下がります。この道を左、こっちでいいのかな。大丈夫だな。わお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 、いるね、ミュータントたちが。邪魔だよ、どいて。なんだ。あ、やべ、撃たれた。その錆びたボートのところを曲がって谷底へ向かい、そこで落ち合おう。もう撃たれてる。車に戻りたいけど無理。ごめん、もうバレてしまったよ。いってどこ？錆びたボートの？あそこか。ダミール、ごめん、ちょっと歌う。なんかいいのあんじゃん。バギーか。鍵かかってる。準備はいいか？水も切れたが、みんなはまだ大丈夫か？なんとかね。お前がいない間に少し偵察してきたんだ。ギウルによると、以前は大勢の人がこの洞穴に住んでいたらしい。実際に本物の町があったんだ。だけど間欠泉が噴出して避難する羽目になった。もう分かってるとは思うが、水場には裏から忍び寄るぞ。行くぞ。よっと。もう後には引き返せないぞ。装備もうちょい整えたかったけど。もう少し登って周りを見渡してみよう。この洞穴は行き止まりだ。すごい音だね。ちょっと待って。なんかいない？あれは何？あった。おお、コウモリだね。なんだ、ビビってんのか、ダミール。行くぞ。なんだ。ここはめちゃくちゃだな。出発した時には自分の親戚のものとは言わないまでも仲間のものを見つけることができると期待してたが、現実を知ると辛いな。そうだな。ゆっくり、ゆっくり。気をつけて降りろよ。普通に骨が転がってんだもんな。ここか。準備しろ、アルチョム。フラッシュライトを充電して、フィルターと装備を確認しろ。あ、いいよ。何か感じる。正体は分からんが。くそ、ビビる必要なんてないんだ。
来い、手を貸してやろう。ありがとな。ダミル来い。よし。何も見えない。暗いね。あー、よく見える。雲やめて。待て。なんだ。あ、ナイトビジョンじゃねえわ。ガスつけたのか。なんか絵が描かれてるね。本当に戦争のせいで人々の生活は石器時代に戻っちまったんだな。洞窟の壁画とか。しばらくはここで耐え忍んでたんだ。もっと早くここへ来ていれば。くそ、崩落してる。だが俺たちはついてる。なんとか通れそうだ。気をつけろよダミル。ナイトビジョンいらない。よし。めっちゃコウモリ。どれくらいの人が住んでたんだろうな。かなり作り込まれてる。回り込もう。わかった。くそ、あっち。フィルター交換の時間です。誰か倒れてるぞ。こいつら動き出すよね。ナイス。いいよ。ミュータントたちはたくさんいるぜ。まだいるな。一体どれだけいるんだ。ナイス。はいよ。いすぎだろ。フィルターも交換。フィルターの効果早くない？あれ、ちょ、もうちょっと早くリロードして。これで終わりと。さあ、足を渡って右へ向かおう。
はい。ようやく出口から。ついてこい。水前の道だ。行こう。また崩落してる。気をつけろよ、ダミル。見ろ、光だ。ここだ。大丈夫なのかそれ。どうやら空気は問題なさそうだ。マスクを外そう。よし。ここからはゆっくり進もう。ギュールによると、地元民は連中に完全に服従してるらしい。だから、なるべく穏便に行こう。不必要に血を流さずに、奴隷たちに罪はない。見ろ、水だ。汲んでるね。あの車が見えるか。俺はあの後ろに隠れよう。わかった。ゲートはあの塔で制御している。お前がゲートを開けたら、俺は車を飛ばしてくぐり抜ける。そしたらタンクの上に飛び乗れ。幸運を祈る。それとくれぐれも奴隷たちは殺すなよ。いいな。わかった。さあ、バレないように近づいていくぜ。ここでやり過ごせそうだな。戻ってきたね。しこの調子じゃ壊滅するのも時間の問題だな。いつ襲われても不思議じゃない。今だ。今襲われるんだよ。休み。よいしょっと。こちらタワー、応答せよ。勝ちのクレミ、
働かされてるな。気のせい気のせい。異常なしだ。あぶねえ。上に登るぞ。いやー怖えな、見つかりたくねえ。見つかりそうだったような。そっちに人がいるけど近づく必要はないな。なんだ、どっか。バラすな。こんにちは。おらよ。来てるね。おらー、ナイスタミール。おー落ちる。そうだ。そうだね。戻ろうぜ。休んでくれ。ちょっとそんな寝てるような感じじゃないよね。撃たれてる。寝てる場合じゃねえ。どうなってんのこれは。痛い。どういうこと？強いね。
ってくれるじゃないか。よし、一人。よっしゃ。ほっ、はずれと。よし、仕留めた。ナイスだ、アンナ。残りは外、外れ、リロード。よし、いやースナイパーライフでよかった。ほら、どいてこいよ。た、大佐、ちょっとどいて。あれか、大佐、頭。よし、ああ分かってるぜ、アンナ。残りは行ってきます。あ、ちゃんと回収できるじゃん。あ、もうダウンしてる人だね。撃つぞ、全員武装。いや、分かった。サム、襲ってくる者がいないか調べろ。あそこで近づく者を監視するんだ。ふぅ、奴らに見せつけてやったよな。ああそうだな。まあ奴らの軍隊は今大規模な攻撃の最中で、これはバロンからの挨拶に過ぎない。一体何人いるの。700ぐらいだと思う。700。冗談だろ。ああ今回はついてたな。もう長居すべきじゃない。燃やす枝が足りんよ。5キロがやっとだ。犬どもが大量の燃料を持ってるわ。線路上のタンカーいっぱいにね。ゲートを静かに開ければ盗めるわ。今なら護衛もそんなにない。我々の部隊を先導できるか。できるさ。では取り掛かろう。イエルマーク、クレソー、お前たちはオーロラの準備だ。ボイラーに水を入れるのが終わったら車のタンクを空にしろ。アルジョム、ダミール、お前たちには最も重要な仕事を頼む。あのタンクを盗むんだ。了解。幸運を祈る。了解。アンナ、イディオット、トカレフ、キャンプを撤収するぞ。出発する前に装備のチェックと準備を忘れるな。分かったぜ、トカレフ。まだ奴らと交渉できるんじゃない。試しては見たがダメだった。見返りとして女を要求してきた。ダメだね、そりゃ。アルジョム、アルジョム、車はオーロラの近く。
あの偽装が解かれた船に捕らえられていた奴隷たちの姿が頭から離れないの。もしあなたが彼らを助けてなければ、彼らは何の希望もなくあそこに閉じ込められたままだった。あなたらしいわ。本当にありがとう。俺はこの誇りにはうんざり。早くここから抜け出したいわ。当然なことをしたまでだ。本当にパイパー持つのか。輸送中ずっと使わないといけないんだぜ。分かってるよ、アンナ。持つはずだ。ポンプがそれほど良くないから。やあ、英雄よ。そう、アルチョム。誰。さて、これで全て大丈夫だな。水もあるし、これで無敵だ。そうだな。いい子で待ってたか。あれ、アルチョム、任務中は気をつけて。私たちはあなたの無事を祈っているわ。分かっている。うん、入ってこいよ、アルチョム。こいつは鉄でできている。歩く音を聞いてみろよ。でもな、外では油断は禁物だぜ。もちろん、いよいよって時は援軍が来るかもしれないが、不必要なリスクは取るなよ。もちろんな。しゃ、新しいの手に入れたんだよね、パーツ。ショートバレル、サプレッサーだ。サプレッサー大事。他のにつけられないか。あ、ついてんな、ショートバレルサプレッサー。どうしようかな。やっぱり投げナイフ以上に隠密キルできる装備が欲しいんだよね。なにこれ。ほー、さらに弾増えるな。安定性が下がるけど、つけといて。ブルドック、ブルドックの方が火力があるな。 A ショットじゃなくリボルバーの。すごいね、ヘビーストック安定性上がる。あー、精度下がるの困るもん。精度上げて、でサプレッサーつけて、レフレックスサイト、ダブルアクションシリンダー、発射レートが上がり、サイトはいらない。よし、リボルバーゲットで、こっちスナイパーライフル持っててもしょうがないから、リボルバーの威力高いもんな。バスタード弱いねー。あー、でもヘビーバレルつければまだ使えるかなって感じだね。じゃあシャンブラーだな。対人用のリボルバーとロングバレルダメージ上げといて、グリーンサイトいいかなと思うけど、グリーンサイト、レーザーサイト系つけるとね、照準が画面から消えるから逆に狙いづらいっていうね。これでよし。ちょっと見てみよう、装備。あ、いいね、これでいこう。どんぐらい発射レート。ああ、連射できるようになってる。オッケー。最悪体に打ち込んでも倒せるな。はい、ということで今回はここまで。いやー、いいサプレッサー武器ゲットしたね。リボルバーでショットガン、あれ3発の方になってる。でもリロード早いな、1発ずつ入れるより。いや、打ち切ってリロードした方がいいってことなのかな。回復も作らないと。6発。ああ、3発ってすぐリロードの方がいいな。こっちにしとこう。
はい、ということで今回ここまで。次回この続きからプレイしていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたの。